でした。いやめちゃめちゃ番狂わせもあったし、なんかこう予想だにしない感じの、展開でエモい展開もいっぱいあって、個人的にで決勝はまさかのスーパーおじさん対決ということで年季ですよ。やっぱり若い子も十分スキルめちゃくちゃみんなうまいし、あ、音をそう聞いてんだとか、テクニックもめっちゃ本当文句ないし、あ、今日初めて緊張してるんだっていう、ね、子もいると思うんですけど、やっぱ長くやってる年季、もう後半2人とも、いや、まあぐちゃぐちゃだったでしょだけどいい味というか、あ、たまんないなって、俺はちょっとこのサングラスの奥でうっすらと涙を浮かべてたんだよ、みんなそんな悪いやつだと思わないで本当にわエモいわとか思って、2人とも長い時間、昔から知ってるんで、で、そうですね、やっぱり哲学言っていいですか、スキルだけじゃ勝てないですね、バトルは大事だけど、オリジナリティだけで勝てますか、いやそれも無理ですね、音楽性めっちゃミュージカルやってもいやそれでも勝てないですね、やっぱりいろんなバランス、気合だけで勝てますか、いやそれもまた違いますね、なんか曲によってのこう自分のどれバランス勝手に出るものなのか計算なのか分からないけどなんか、ああドクトマン、すいません、タイムストップ本当に、いや考えさせられたというか、だからみんな間違えてないんですよ、あのジャッジ変わったらまた変わるからね、本当に結果は、だから俺が答えを言うならもう自分の踊り信じるしかないって感じで、もう自分の価値観まず信じて踊る、でこれからいろんな人に出会います、友達、先輩、後輩、大御所の人、価値観変えられる時もある、ああこっちの方がいいかも、そしたらそういうストーリーになっていけばいいし、あ、それはいや俺はやらない、そういう生き方もいいよね、とにかくでも今日勝ち上がってってる人たちは自分信じてる人たちっていう感じが見えたから、これは難しいんだ本当に、あのね、20年以上踊ってるけどもうめっちゃ調子悪い日だってあるし、今日そういう人だっていたはず、だからそれでも腐らないで、あ、俺自分の私のやってる踊り方はかっこいいんだとか、伝えたいんだっていうこの気持ちがまず大事だと思います、それが決勝の2人だったかなとか俺は今日は思って、で素晴らしいなと思って、で年季も感じてかっこいいなとか思って、自分もそういうのを踊りたいなと思いましたし、皆さん自分の踊りもう一度信じて、で友達だけ仲間内だけで盛り上がる踊りだけじゃ通用しないっていうことも今日分かったと思うんで、ある人たちは多分仲間だけに、そんなん仲間だからイエーイイエーイホーって言ってくれに決まってるじゃん、すげえだろって言ってウェーって言ってくれ、なんで笑わない、あ、真剣なのか寂しいんだよなでも分かるでしょ言ってることは、先輩黙らせる踊りとかちょっと目指してみませんかちょっと上の人に文句言われないように、僕なんかめっちゃその世代ですよ、 3D クルーとかクースコーが先輩見るみたいな、そこ倒さなきゃっていう、17歳って大変だろ、いや笑っていいんだよ大変っすねってそういう世代です、はい、本当に沖縄の人たちもそうだし、もう大変だった、だけどその代わりだからためだけに認められるような練習をしなかったというか、もう背伸びしてブガルズにイエーって言われたいぐらいの感じでやってきたし、だみんなもうちょっと仲間内だけで認め合う、それも最高に楽しいし、何十年も続けばもう最高気持ちいいけど、ちょっと先輩とか下から出てくる後輩にも舐められない、なんなら外人現れた時も外人舐められないように、もうなんかそこら辺納得させるような練習とかすると価値観がアップデート、超アップデートされると思うんで、スキルも上がると思うし、だけど自分を見失わないでください、勝つための踊りをしてはいけません、ね、こういうゲームです、でもゲームなんだから出に来たんだから、ちょっとこう分かりやすい話いいですか、すみません長くて分
分かりやすいですよ、今から。大丈夫ですか、皆さん。40秒しかないんですよ。40秒で、もし女の子で言うなら、あ、ごめんなさいね、女の子、そういうあれじゃないんですけど、40秒で可愛いって思わせなきゃいけない。これ分かりやすいかな。家帰ってから、いや、あの子可愛かったな、ちょっとダメなんだよ。40秒で、可愛いってすぐ分からせるみたいな。うん。これじゃなかったな。勝負はめっちゃ、それ最高っすって言ってくれたんだけど。でも、その場で、でもそうじゃない。家帰ってから、あの人の方がすごかったなとか、そういうんじゃなくて、やっぱこの場で分からせなきゃいけないから、だから、深すぎる踊りをする人は、やっぱり40秒で伝わらないこともあるじゃないですか。だからやっぱりちょうどいい塩梅に調整しなきゃいけないっていう、うん、音楽もいや俺は通らないはめないこう俺はこっちのベース音感じてんだこれ分かんねえやつは、うん、音楽性ないぜこれでもその場では分からん後で映像を見て5年後とかにこれめっちゃ上手くないこの先輩ってなったりするやつだからでもそれじゃ意味ないんだよ死んでから評価されるようなもんでゴッホみたいなもんでその場でおおって言われなきゃいけないここが難しさだから超深い人はいい塩梅の深さにここでやってください。わかります？ダンスを。すいませんね。ポップアイに溢れてんだよ。伝えさせろ。いいだろたまには。伝えておいてね。あと個性オリジナリティきつすぎる人オリジナリティの人も今日いっぱいいたんだけど。ブガルズスタイルじゃないとかベイエリアのスタイルじゃないもう自分流の人みたいだけどそれも最高なんだけどやっぱ認められなきゃいけないここの難しさ認められたらイエーイだけど認められなかったらそれポップかとか言われちゃうことも今でもありますだからじゃあどの範囲でポップっぽくするのかどの範囲で自分のオリジナリティを出すのかフリースタイルにポップ入れたらやっぱりそれはポップっぽくないかなって今でも僕の中にあるんですよやっぱりランニングマンしながらポップしてポッパーですって言われてもしょうがないでしょだからやっぱりちゃんとしたポップっぽい動きっていうこれは自分の人それぞれが決めることですけどやっぱりそういう研究とか伝承とオリジナリティのこの正反対のこの組み合わせこれをそろそろみんな考えるフェーズじゃないでしょうかみんなで考えていきましょうお疲れ様ですじゃあこのお願いはちょっとよろしくお願いしますいや本当ありがとうございました皆さん素晴らしかったです自分の踊り信じて頑張っていきましょうよろしくです感じの雰囲気とかもなんかすごいいいっていうのを言って
なんかそういう、なんだろう、空気感っていうのが大イベントって大事だなと思ったりもしたんで、まあそういうようなところでこうみんなでイベントを作るというか盛り上げて感じになればもっと楽しくやっていけるのかなというふうに思いました。はい、今日はありがとうございました。お疲れ様です皆さん。誰かさんがめっちゃいいこといっぱい言ったから言うのないんですよ。ネタがない。あなたもね。まあでも2人が、はい、言ってることが僕も思っていることかなと思います。で、なんですかね、まあこれ月並みの話だと思うんですけど、まあどこ行ってもやっぱりどうしたらいいですかねと、もっと基礎やった方がいいんじゃないっていうのを散々耳にタコできるぐらい聞いたよおじいちゃんって言うかもしれないけど、みんな、やっぱり大事なんですよ基礎って。で、基礎の考え方っていうか、そこをまあこれちょっとだけね、言うと、基礎ってまあ最初に習うじゃないですか皆さんね。例えば先輩だったり一緒に練習してる人とか、あとスタジオ通ってる人たちはインストラクターの先生からとか習うでしょ。でも基礎って、例えばポップの基礎がこれだって言われて習ったとしたら、それで終わりじゃないんですよ。その時その時の自分の踊りってほら進化していくでしょ。なんかその時に自分の踊りに合った基礎を自分で作るっていう作業が基礎だわけだ。それがこう、なんだろう、一緒に並行作業で追っかけっこしていかないと、踊ることばっかり言った時にここが詰まるから、いざという時にやっぱり質が抜けてるとか、要は同じぐらいのスキル持ってる者同士で、例えばすごい質がいい人って基礎力がすごい高い人っていうのはもう多分間違いないんですね、これって。だから基礎との付き合い方っていうのはすごく大事にしてください。これはまあもちろん奨励とかも自分の財産になるんだと思うんだけど、一番の財産って多分自分の基礎力だと思うんですね。だから基礎力が厚い人って、だから例えばさっき裕太君が言ったみたいに、今日ね結構拓也君と文平さんみたいな、まあ武尊君も言ってたけど、そういう人たちの年季っていうのは結局そこに現れてると思うんですね。だからいつも自分が新しい踊りっていうか、こういうふうに動かしたいって思った時に、じゃあ何が必要かっていうことはとりあえずいつもこう考えて、そのための基礎を自分の基礎、だから先生からもらった基礎っていうのは先生の基礎を習って、こういうふうにしなさいっていうのを習っただけであって、それを自分の踊りの基礎にするんだったら、じゃあこうしていかないっていう、これが一番僕は大事にしてることなんですね。だからうちの、そうそう、しょっちゅう名前寄せるけど、ロン毛でヒゲ長いやつがいるんだけど、あ、そう、ゆずるゆずる、そう、まあ、いつの誰が読んだか知らないけど、僕らの練習場所のことを精神と時の部屋なんてみんなが言うようになって、たくさんの人が、まあ、ここにいるみんなの中にもたくさんいるけど、訪ねてきてくれた人たち、そこで僕ら毎日2人で、休みなくしで、だいたい1時間ぐらい対面で動画撮り合いながらずっとやりやすいんですけど、だいたい4分ぐらいずっとのやつをずっと踊るんだけど、終わった後に話すのが、もうちょいさ、止まらんとさ、とかさ、なんかさ、いい踊りをしたとか、うんうんって関係ないんですよ、全然。だから、どうやったらもっとくねれるかとかさ、なんかもう、どうやったらもっと、あい、それが綺麗に見えるようになるかとかっていう、なんかずっとこの追っかけしかしてなくて、いつになったら初心者の後外れるんだろうねって話をずっとしてる感じなんですよ。だから皆さんも今日本当に、僕が、もちろん、ね、予選から上がって、決勝に行くまでの間の踊りってどんどんすごくなっていったのはもちろんなんですけど、僕は最初の一次予選すごい楽しくて、なんだろうな、もちろん踊れてる今日ね、だから今日優勝した拓也くんからね、もちろんこぼれた人たちまでってすごい幅はあったと思うんですけど、でもその人たちに今出してる叱りっていうのかな、なんかそのね、まだこれから上手くなるよっていう人たちってすごい何でも楽しそうな顔してるじゃないですか。やっぱ気持ちとかで、今すごいこういう基礎をやってるんだろうなって踊りをしてるのを見ると、ああそうだよねっていう、なんか改めて、まあなんか初心に戻るじゃないけど、なんかそういう気持ちとかすごい大事だと思うし、なんかいつまでもその気持ちを追っかける。でもちろん毎日練習してるんだから踊りは変わっていくと思います。であとは自分がこういう風に持っていきたいなっていう設計図作ったら、そこに向かって踊りを進化させていくと思うんだけど、だから練習してるから踊りは変わっていくものだと思います。だからこういう言い方あれだけど、出来上がらないでくださいね皆さん。一生出来上がったら多分ね、そこで止まっちゃうんで、いつもこう進んでるから出来上がるんじゃなくて、いつもなんかどっかをなんか増築してるというかさ、なんかどっかを改造してる、ずっとこれを楽しみながらっていう感じで進んでいってください。僕最初
なんていうのかな、昔見るとブレイクダンスから入ったわけじゃなくて、僕はパントマイムのおじさんを見て、ロボットマイム、ロボマイムを見て、10歳の頃に、おーっと思ってやったタイミングでスター・ウォーズが始まったわけ、映画で。とかで、そういう動きをずっとやってて、で、あとね、こいつも名前忘れてたけど、アメリカにいるハゲがいるわけ、なんか。ナコさん。うん、そう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 、ナコさん。そう、あいつと、まあ他にもいたんだけど、一緒にやってっていう感じで、どんどん始まっていったんですけど、まあおかげさまで、まさかこの年までこういう風な場所に皆さんと混ざって、はい、同じ空間の中にいられるっていうのは、すごい僕は幸せに感じております。で、まあ、あまり言ってない話でもあるんだけど、僕実は去年、今流行りのもので死にかけたんですね、実は。で、はい、かなりひどいことになって、病院行った時には、覚悟してくださいっていう、まず最初に言われてっていうところから、まあ、どうにか戻ってきたんですけど、まあ、後遺症とか、ものすごい量に襲われて、一時期もう、そしたら、まあ、踊りたいじゃないですか。踊ってきたらさ、びっくりするぐらい、ヒット打ってない、ストップできない、くねれない、音聞こえない、もう何が何だか分からない状態になって、それを去年の12月から、はい、僕の、なんだろう、教え子とかね、あと、ゆずるとか、タオとかに相談して、どうしよう、どうしようってやったんだけど、やっぱり、ないものはないんですよ。元に戻れないわけ。体の状態でも、なんでもそうだけど、精神的なものでも。じゃあ、どうしようかなと思って、今日僕がやった踊りあるじゃないですか。あれはね、僕とターボが18の時に考えた踊り方なんで、そこに、まあもちろんヒットとかストップのスキルっていうのはここ最近のやつをまた改めて、去年まで使ってたコントロールで新しいものとしてやり始めてるんですね。多分自分的にこれ収まるのは2年ぐらいかかるだろうと思うんだけど、まあ僕もそうですね、まあそろそろ還暦という年が見える年なので、はい。で、こういう言い方ちょっとおかしいかもしれないけど、こんな年の僕でも2年とか、よし、2年後にはできてるかなっていう考え方ができるんだから、みんなもさ、なんかこう出来上がるっていうか、その、なんだろうな、成長を急がなくていいと思うんですよ。じっくりじっくり作って一生付き合っていくものだから、だから武君とか、裕太君が言ったみたいに、自分を踊ってくださいね。ポップというジャンルのものを自分を踊ってください。で、自分を見つけるっていう言い方はおかしいかもしれないけど、スポーツと違うのは、スポーツはもう体力年齢があるでしょ、体力限界っていうか肉体の限界があるけど、ダンスはもちろんそれも関わるところもあるけど、やっぱりそのさっき言った味が出るとかさ、そういうところがあるじゃないですか。だからその時その時の多分味があるんだよ。だから車で言うとね、車好きな人いるかもしれないけど、みんながさ、今時のさ R33 の GTR 乗ってるかもしれないけど、俺はさ初代のさハコスカ GTR なんだよ、都市的に言うと。でも、ノスタルジックな感じがするから、未だに人気の車だしさ、その時の味しかないものってあると思うんですね。だから皆さんも、僕の年ぐらいになった時に、同じようなことを若い頃に言ってるかもしれないし、感じてるかもしれないしってなると思うんで、ただその時に、みんなが自分の踊りして、勝とうが、まあ、バトルのジャッジしてるのこういう言い方おかしいけどさ、なんか、勝ち負け決めるのがバトルだけど、勝ち負けを決められる踊りをしない方が、僕は幸せだと思うので、自分の踊り方っていうものを、まあ、もちろんポップというね、ジャンルの中で表現するような、はい、自分を歩いていってくださいね、皆さん。本当に今日はすごい、第一次予選からすごい、なんだろうな、なんかたくさんいろいろ、なんか感じるものがあったので、最後まで、すごく楽しかったです。で、あと僕、本当に東京で初めてジャッジしたんですけど、インスタでね、つながってくれてたりとかで、声かけると、おっって思ったりとかしたんですけど、そう、実は結構東京来てて、練習会したりワークショップとかしてるんですけど、はい、今回みんなと出会って、みんなが今度練習しましょうよとかいろいろ言ってくれたのはすごく嬉しかったです。また、はい、また近々多分